はい、こんにちは、ペソでございます。横綱物語続きやっていきたいと思います。7月場所、名古屋場所ですね、関脇に昇進しました東山さんで、小結サインさんがいますね。で、前頭にトゲトキョさん、ミブさん、白梅さんの順番で、十両2番目にミササギさんがいて、下位に吉祥院さんと藤野萌さんと綾野浩二さんがいらっしゃいます。まずちょっとまだ発展途上なんでね。で、吉祥院さんは、まあできたら上がってくれていいよと。おっと、サインさん初日から白梅さんとか、藤野森さんも、奥王州さん、奥王さんですね。三沢崎さんは港朝日さんで、ここでどうも、で、三部さん、回転さんとね。はい、姉小路さん、まず潮風さんとですね。残っちゃう、いや、無理だ、残った、いや、いや、残った、残っちゃう、いや、いや、いや、残った、いや、いや、無理だ、残った、おー、こらえる、いや、残った、いや、いや、いや、追い込むんですけどね。ああ、いたいたいた。はい、藤野萌さん、西王さんでいいのかな、王本線の王でしょうね。誰がモデルかっていうとちょっとね、パッと思いつかないけど、王さんとはともかくね、王州さんってつく人いたかな。ああ、行きましたね。藤森さん初日出ましたね。はい、次、吉祥院さん、海舟さんとですね。海舟さんの肌の色がなんか金色みたいですごいですよね。ああ、言われる。これは一気に行かれるか。ああ、自力で負けてるね。はい、三佐々さんは港朝日さん。残っちゃう、いや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 、残った、いや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 、残った、残った、いや、さあ、順当ですね。はい、三部さんは回転さんとですね。ここから、綺麗に決められた。初っ端からか。はい、トゲツキョさん、結城富士さんですね。まあ、この方も強いですよね。さあ、トゲツキョさんのすくい投げがどこで炸裂するか。残った、いや、いや、いや、残った、いや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 、残った、無理だ。ああ、惜しい。いや、いや、残った、いや、いや。ああ、突き出しましたね。はい、トゲツキョさんも初日出ましたね。さあ、白梅さんとサインさんね。あー、どうもキラーの白梅さんだ。いや、いや、残った、残った、いや、いや、残った、いや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 、残った、残った、おー、いや、いや、いや、残った、すごいね、はたき込みを3回決めたけど。残った。おお、こっから盛り返すんだ。残った、残った。
まあよくこのパラで頑張ってるよね。残った。うん、4回目の失敗。残った。そろそろ決まらないです。5回目も失敗。残った。残った。残った。6回目も失敗。どっかで決まりそうな、なんかね、気がしますよね。あーでも追い込まれた。あー惜しい。どっち応援してる。7回目も8回目もこらえられて、でも盛り返してきた。おー、サインさんこんばんは。9回目も失敗、10回目も失敗。残った。うわー、もう何回やってる、数えてないわ。12回ぐらいやってるのかな。10回目までみたい。13回目としましょうか。残った。そろそろ白梅さん小負けしそうなんだけどね。あーでもサインさんの方がね。あー出した。やっぱり同門キラーだ。はい、東山さんは霧風さんですね。これは勝っておきたい。押した。まず初日出ましたね。負けたのは、まあ、同門の対決でのサインさんと、うん、あ、そっか、ミブさんも負けちゃってるんだ。重量は、そうか、キショインさんだけね。はい、2日目いきましょう。東山さんがね、あの優勝した年のようなね、安定した強さがね、全然見られなくなってきたんでね。でもまだね、コメント的には衰えたよーとはね、言ってないんですよね。はい、では2日目からどうも以外ともしましょう。山内さん強い。まず、藤野森さんは塩風さんですね。姉小路さんは西大さん。キショインさんは獅子の国さん。ミササギさんのお相手は大梅の里さん。ミブさんは鬼兵さんですね。トゲツキョウさんは岩戸川さん。岩戸川さんは今6枚目なんだ。サインさんは高山さん。東山さんは朝日誉さん。白梅さんは琴不動さんとですね。うわー、白梅さん勝ってる。東山さん勝ってる。サインさんどうしたんだ。2連敗だ。トゲツキョウさん、ミブさん勝ちました。ミササキさんやっぱり強いね。キショインさん初日、姉小路さん、藤山さん、あー、ほぼ全員勝ってるじゃん、サインさん以外ね。はい、行きましょう。3日目。あー、同門か。藤野森さんとだね。あ、テルノハナさんが、そうかいるんだったっけ。ねえ、また再び現れてきたんですよね。
はい、姉小路さん、藤森さんね、2連勝同士でね、同盟ですね。残った。あー、突き落とされた。藤森さんの方がね、1枚上手ですね、まだこのレベルだと。はい、吉祥院さんは諸瀬戸さんで、三沢崎さんは照ノ花さんね。また上がってくるんでしょうね、照ノ花さん。はい、三部さんは雪伏さん、渡月橋さんは回転さん、2連勝同士でしたね。で、3位さんは朝日丸さんと2連敗同士で、白梅さんは小賀の里さんで、東山さんは高山さん。あー、東山さんは白梅さん負けちゃったね。サインさんやっと初日出ましたね。で、渡月橋さん勝って、ミブさん負けちゃってるね。で、十両はミブさん、三佐崎さんが強いね。で、吉祥院さん勝って、で、同門は藤野森さんでしたね。はい、4日目いきましょう。さあ、サインさんはね、貝と当たってるうちに勝ち星を、まあ東山さんもそうですけどね。ああ、稲妻無双と当たるんですね。白梅さん、百鬼丸さんと。はい、吉祥院さん、塩風さんですね。お相手1勝2敗。姉小路さんは東連山さんとですね、2勝1敗同士。藤の森さんは二人風さん、お相手2勝1敗。三佐崎さん、今妻無双さんと3連勝同士ですね。もうまた上がるんかな。さあ、三部さんは若締めさん、お相手2勝1敗。渡月橋さんは3連敗中の大筒山さん。サインさんは星園さんですね、お相手3連勝中。東山さんは唐津山さん、お相手1勝2敗。白梅さん、関脇百鬼丸さん、同じく3連勝中。あ、白梅さんつけた。あ、東山さん負けちゃってる。で、サインさんも負けて、渡月橋さんと三部さんは勝ったね。で、三佐崎さんは上手投げ、あざ投げなしですね。で、藤野森さん、姉小路さん負けちゃってる。吉祥院さんも負けた。4日目終わって、東山さん3勝1敗、サインさん1勝3敗、ちょっと元気ないね。渡月橋さん絶好調4連勝、三部さん2勝2敗、白梅さん3勝1敗、三佐崎さん万全4連勝で、吉祥院さん、姉小路さんが2勝2敗、藤野森さん4連勝で5日目いきましょう。小池さんはね、想定内。あ、吉祥院さん、藤森さんと当たるんだ。さあ、サインさん、下と当たってるうちにね、勝ち星稼がないといけないはずなんですけどね。白梅さん、ああ、出た、八重のみさん。三部さん、大憲法さんとね。はい、藤野森さん、吉祥院さんね、同門対決ですね。藤野森さんが4勝、吉祥院さん2勝2敗ですね。まあ、体格が全然違うからな。うん、藤野森さんもちょっと万全の体勢でね、こう上げてきたんで。はい、聞いたね。安定した強さですよね。さあ、猫児さんですね。4連敗中の鹿島富士さんと。で、次は三佐崎さんかな。そうですね。巻雲さん、1勝3敗。三部さん、4連勝中の大憲法さんと。で、渡月橋さんは1勝3敗の銀林さん。サインさん、2勝2敗の徳之峰さん。
東山さん、力釜石さんですね、4連敗中で、最後白梅さんね、来ました、八重の実さんと対決ですね。あー強いね、もう捕まったまま寄り切られましたね。で他は東山さん勝って、あーサインさん負けちゃってるんだ。で渡月橋さん、ミーブさん、サインさんちょっと元気ないですよね。でミササギさんと十両は、あー猫さん勝ちましたね。はい、6日目いきましょう。東山さんがね、ちょっとポコッとね、油断するのか負けちゃう時がありますよね。あ、横綱、荒藤さん横綱になってたんだね、そういえば。はい、吉祥院さん1勝3、4敗の西大宇さんね、藤野森さん、東連山さんですね、お相手4勝1敗姉小路さん、二尾風さんですね、3勝2敗同士。三佐々木さん、勝ち見杉さんですね、お相手1勝4敗三部さん、大津山さんですね、お相手5連敗中で、5連勝中の渡月橋さんは3勝2敗の若清水さんで、3位さん1勝4敗は5連敗中の力釜石さんと、これは勝っときたいね。東山さんは徳之峰さん、お相手3勝2敗で、横綱と当たる、白梅さん、まず荒藤さんとですね、5連勝中わあ、技がいいね荒藤さんは。で次は、あ、こんだけか。東山さん勝ったね。あ、サインさんようやく、うん。で渡月橋さん勝って、ミーブさんが負けちゃってるのか。で十両は、あ、三佐々木さんで、あ、猫背さん残念で、あ、吉祥院さん負けてるんですね。で藤野森さん強いね、やっぱり。6日目終わって、東山さんね、復調してきましたね、5勝1敗、サインさん元気なく2勝4敗、渡月橋さんなんと6連勝、三浦さん、白梅さんね、仲良く3勝3敗、で、三佐々木さん6連勝、で、吉祥院さん2勝4敗、藤森さん6連勝、姉小路さん3勝3敗で7日目。あ、稲妻無双さんと当たるんですね。で、吉祥院さんは東連山さん、サインさん、あ、伊達の花さんとここで当たる。東山さん、百鬼丸さん、渡月橋さん、友鶴さんね、で藤野森さん、かしみすぎさんとね、三佐々木さんは海舟さん、白梅さん、虹の海さんですね。ちょっとこの辺と当たってる時にね、勝ち星稼ぎたいね。で三部さんは長門さんですね。はい、まず吉祥院さん4勝2敗の東連山さんと、姉小路さんは同じく4勝2敗の稲妻無双さんですね。で、藤野森さんは1勝5敗の勝見杉さんで、三佐々木さんは4勝2敗の海舟さん、白梅さん、虹の海さんとですね、3勝3敗同士、三部さん、長門さんとこちらも3勝3敗同士で、6連勝中の渡月橋さんは3勝3敗の友鶴さんと、で東山さんは同じく関脇の百鬼丸さんと5勝1敗同士で、小結びになってるサインさん、ここで伊達の花さんとですね、6連勝中、これは横綱なんで見ましょう。残った残った。さあサインさん、横綱キラーの本領発揮できるか。ぜひともね、まあ、渡月橋さんだとね、ちょっときついからね、東山さんの土つけてって、東山さんのあれにね、
援護射撃になればいいですよね。よいしょ、行かない、行かない、追い込んでから、あー、ここで首投げか。うまい。はい、東山さん勝ったね。 いっぱいキープですね。あー、トゲツキョさんが7連勝か。デミブさん勝って、白梅さん勝って、うん、で、ミササギさん、藤野森さんは危なげなく、あー、猫さん負けちゃったね。で、キッシュインさん勝ったと。はい、前半戦ラストいきましょう。8日目です。サインさん、横綱ですね。東山さんも横綱か。ここら辺がね、前半の山場ですね。あー、ここで藤野森さんと当たるんだ。三佐崎さんと全勝同士でね。白梅さん、はい、ミブさん、はい、山内さん勝ち、もう早くも勝ち越し決めましたね。さあ、紀州院さん現在3勝4敗ですね。お相手は5勝2敗二見和さん。藤野萌さん勝ち越しかかってます。巻雲さん、あ、雲海さんか、ごめんなさい。あっさり決めましたね。あ、全勝同士かなと思ってた、違いましたね。穴小路さん、巻雲さんと3勝4敗同士。三佐々木さん、獅子の国さんと当たるんですね。ごめんなさい、見間違えてましたね。あ、ごめんなさい。そうですね、7連勝中で。さあ、ここで早くも勝ち越し決めたいね。あ、危なげないな、全然。おお、こらえて、あ、こらえられたんだ。上手なし投げを仕掛けたけど。残った、あー、強い。8連勝で、次は、あー、白梅さんですね。7連敗中の吉ヶ崎さんと、で、ミブさんは2勝5敗若日光さん、この辺は勝っときたいね。で、トゲツキョさん勝ち越しかかっております。6勝1敗玉隼人さんと。絶好調やね、今場所。たまにありますよね。まあ、前の場所もね、10番勝ってましたからね。まあ、好調維持っていう感じかな。さあ、サインさんがちょっとね、苦戦してますね。横綱荒内さんとですね。手がつけられなくなってるんですよね。あー、一方的だ。完全にサインさんではきつい。さあ、東山さん、八重の海さんですね。あ、八重の海さん、土ついてるんですね。6勝1敗同士。さあ、東山さん、また八重の海さんに久々に勝つかな。あ、そっか、前場所ね、破ってるんですよね。でも今場所はさすがにきついかな。まあ、ちょっと技を決められるとね、スッと行かれる可能性あるね。押されてるな。持ってくるか、持ってくるか。あー、巻き返された。おー、入れ直して、あー、取ったり。残念。はい、ここはトゲツキョさんがね、あっさりと勝ち越し決めましたね。デミブさん勝って、白梅さん負けちゃったのか。で、ミササギさんとね、藤野森さん勝ち越し決めて、あとは姉小路さん負けて吉祥院さん勝ったと。はい、8日目終わりました。勝ち越し決めてるのは伊達の花さんと荒藤さんね。他は8連勝はいないんで、あ、そうかそうか、トゲツキョさん忘れてた。で、東山さん、まずですね、6勝2敗サインさん元気ないね、2勝6敗そろそろちょっと限界説が。で、ミブさん5勝3敗、白梅さん4勝4敗。まあ、この辺は想定内ですね。で、十両はミササギさんと藤野森さんがね、8連勝でもう一気に勝ち越し決めましたね。で、吉祥院さん4勝4敗、姉小路さんちょっと苦戦、3勝5敗ですね。はい、では9日目入りますけども、前半戦として今回はここで締めさせていただきたいと思います。それでは、さよなら。